キルヒハイム・アムリースは、ドイツ・ビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区の、オストアルプ郡に属す、町村である。キルヒハイム・アムリースは、シュベービッシュアルプの東端、ジオパークリースのネルトリンガー・リース西端の、ブラジエンベルクの麓に位置する。この町は、北は、ウンターシュナイトハイム、東は、バイエルン州ドナウリース郡のバラーシュタイン、南東は、リースビュルク、南と、西は、 ボブフィンゲンと境を接している。自治体としてのキルヒハイム・アムリースは、主有のキルヒハイムの他に、かつて独立していた町村のバンツエンツメルンとディルゲンハイム及びこれらに属する九つの村落、小集落、農場からなる。州統計局の二千十五年現在のデータによる、町の西端にアレマン人の墓地がある。九百六十二年から九百六十四年に、 行われた発掘調査の結果によればこの墓地は大きな中央墓地と小さな脇墓地及び明らかに中断された貴族の病所からなっている。518基の墓と少なくとも570体の遺外が確認された。中央墓地では遺外は通常単純に土に埋葬されていたが貴族の病所では木管も見つかっている。この墓は 6世紀中頃から8世紀まで使われていた。7世紀末頃から個別層の墓が作られるようになったが、こうした元々豪華な墓は、その大部分が古くから洞窟されていた。ビリファゲは2013年12月に3期目の当選を果たした。この町の町議会は14議席からなる。この町はボブフィンゲン行政共同体に加盟している。 2年ごとに、ディルゲンハイム地区の聖御をルック教会で、受難劇が上演される。マリアの非常天女子修道院教会、ディルゲンハイムとベンチェンチマーの両地区を、修道 L1060 号線が通っている。この修道は、バイエルン州との宗教からエルバンゲンまでを結んでいる。また、L1078 号線が、キルヒハイム・アムリースとボブフィンゲン等を結んでいる。これらの文献は、 翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。